カープ目線から見る西川龍馬の人的保障一発パワーフェードロー野球チャンネル。座りがいいね昨日の俺とは違うね。座りが違います。何回見てますから。なるほどね。24回見てますから僕は。お、結構見てますね。いや、赤田さん、はい、先日ね、オリックスの、年代別のバランスシートとか、はい、今年の成績とかを見て、楓さんが、西川龍馬選手、はいはい、人体強症、この選手なんじゃないかと、そうね、いうふうに選んでくれたんですけども、はい、ちょっとやっぱね、もう、本当、なんか一方的に、なんかカープファン、置いてってるなと。なんかもうオリックス目線でね、ズバズバやれてもね、ちょっとも腑に落ちない部分があったあ、そう映ったんなら申し訳なかったですよ。今日はですね、うん、人的保障、うん、ベテランというかね、はい、慣れてるカープ、うん、この過去の人的で取った選手とかの傾向を調べて、うん、楓さんの結果と照らし合わせて、まあ、なるほどこうなんじゃないかと。おじゃあファン代表ってことですね。そうそうそう、今日の予想はファン代表で B 目みたいなもんですまあ、セットでいうと本来はそっちが A があった方がいいかもしれないですね、はい。まあ、一応この動画が初めてっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、はい、楓さんが、うん、先日予想してくれた、オリックスのプロテクト予想っていうのはこちらです。パワーパワーっていうことなんですけどさすがのオリックスというところでね、はい、もう本当いろいろシミュレーションしてくれて、うん、ピッチャーでいうとウルシャラ選手とか、うん、はたまた取ったばっかりの吉田輝星選手なんかが、ね、ワンチャンあるんじゃないかと。横山選手だ、ね、横山選手なんかもいたしね。で野手でいうと、うん、それベテランのね、まあ、足立選手なんかもそうね、まあ、まあ、コーチ兼任という報道がちょっと後から出たんですけど、うん、ただでもね、外さざるを得ないような状況なんで、ね、まあ、T 岡田選手、ね、T 岡田選手がね、あと若手もいます、うん、そんな中で楓さんは前選手、うん、ピッチャーね、うん、この若手の右のピッチャーを、うん、この選手カープ選ぶんじゃないかと、まあ、去年の一軍登板も ある中で若手のね、うん、っていう選ばさせていただきました。で、概要欄に貼ってますんで、ぜひ合わせて見ていただけると、はい、と思うんですけども、はい、じゃあね、楓さん、カープ、うん、以外も含めて、うん、過去に発生した人的保障、うん、っていうのをちょっと見ていただきましょう。ほう、こちらです。合計34件お発生しておりますね、うん、もう結構これ、あ、こういう席あったなって難しいんですけども、うん、まず06年、うん、門倉選手が横浜から巨人に行った際に出た選手は、うん、うわ難しいな、もう結構06年だからね、最近は最近か、はい、超おもろです。あ、本当、はい、あれかな、田中じゃない、田中俊太、田中俊太、いや、もっと最近だろ、キミちゃんですよ、工藤公康か、工藤公康さんがね、あ、これね、あ、そこ、こうやって出てた。2018年には、うん、銀次郎選手が、はいはいはい、西武から巨人に来ましたね、はいはいはい、その時の出ていた選手、これは分かりますよ、これはうっちゃん、これはうつり選手ね、うん、結果帰ってきてね、そうね、コーチになりましたけど、うん、で直近で言うと22年、うん、近藤選手が日ハムからソフトバンクに行った際には、あ、結果田中正義選手が行って抑え、ね、抑えやったね、なったりと、うん、まあ、いろいろこういうドラマがあったんですけども、うん、球団ごとにね、うん、この発生件数を調べたところ、うん、カープすごい多いイメージあるじゃないですか。多いイメージあるよ。ちなみに3件しかなかったんですね。あ、そう、人的保障が、あ、当ててるね、そしたら。そうなんですよ、だいぶ。さらに多かったのが横浜とオリックスが4件、うんうん、で、ダントツの1位、あ、そう、まあ、それはね、わかる。西武が7件ありましたね。だいぶ移籍してるってことだね。なので、カープファンは西武ファンと分かり合えるっていう話をしたんですけど、うん、西武ファンの方のがもう、まあ、やっぱり慣れてるというかね、もう鍋球さんもね、 FA は選手の権利、ただポスティングは球団の権利ってはっきり言いましたからねっていう感じなんよ、はいはい、そう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 、意外とね、カープもっとあるかなと思ったんだけど、なるほど、大物が出るケースはそんな多くないと。そうだね、うんうん、次の項目で言うと、うん、じゃあそのカープ3件発生しましたが、うん、どんな選手だったのか、うん、何年目の選手だったのかね、うん、そのあたりを辿っていきたいと思います、うん、まず1件目、うん、2007年新井選手が阪神へ移籍しました。はいはいはい。でその時の人的表彰としてだったのが赤松選手、うん、外野手ですね、うん、で 50m5.5 秒、うん、ドラフト6位で大卒入りましたね、はい、うん、3年目のシーズンオフ1月6日にカープに移ってくることが決まったんですけども、うん、3年目のシーズンでいうと1軍が28試合打率1割5分より、うん、だったんですけども2軍で盗塁王、うん、で1年目には首位打者盗塁王最多得点最多出塁率の2軍で4冠、うんうんうん、で2年目にも、まあ、首位打者ではなかったんですけども打率は同じ1位だったというところで、うん、2軍で結果を出しまくってた。
あ、選手を取ったんですね。若手を取ったよね、うん、なるほどね。そして2件目、はい、2013年の大竹選手、うん、それ巨人へ、移籍しましたが、うん、人的保障で取ったのが一岡投手ね。ああね、このあたりを、これドラフト3位、うん、で高卒からこれ社会人なんね、うん、沖データコンピューター教育学院、うん、てっきり大卒だと思ったら、おいおい、社会人だね、うん、で2年目のシーズンオフ12月25日に移籍することが分かったと、うんうん、で1年目で言うと2軍で抑えをバシッとやって、うん、で6月にはイースタンの MVP、うん、で2年目には2軍で32と3分の2回投げて15セーブ、うん、42奪三振、防御率も 1.10 と、うんうん、これまたね2軍で結果大ハッスルしてる、そういうことね。で1軍でもね9登板投げてるんだけど防御率 5.23 と、うん、で2軍の成績をねすごい重視してるっぽいです。ほうほうほう。そして最後3人目、はい、マルチョ同盟だろ、マルチョ同盟サッチョ同盟って言ってマル選手ね、うん、また巨人に行って、はい、も巨人もまさか取らねえだろうと思って外した長野選手を取ったと、うん、これ聞いてんだよカープはね、こういう選手行くんだっていうね。これ多分ねうちは今後も FA で出てくケースあるだろうから、うん、結構釘打ってたよマジでだいぶでかい釘だったこれが他の球団ビビるから、ビビるよ。2009年のドラフト1位、うん、大卒社社会人になるかな。あ、そうね、社社会人、ね、ね、で9年目のシーズンオフ、これ1月7日に移籍することが分かったんですけども、うん、これまでの2人と違ってまあベテラン、うんうん、ベテランって言っても意外とも30半ばとかかな。そうね、うんうん、ちょっと経路の違う長さんだったんですけども、うん、ただそのシーズンもねすごい良かったのよ、うんうん、116試合で打率2割9分13本52打点だからね、うんうん、ジャイアンツがだから新しい選手が出てきたタイミングか。そうだね、な、うん、で、まあ、丸選手も取るし、そうだよね、まあ、高額年俸だし取らないでしょうっていうね、うん、でカープがその長さんを取った理由としては、まあ、丸選手がねもうぽっかり穴開きましたし、うん、その時にね、まあ、野間選手とかネクストブレイクとかいたけど、うん、やっぱり心配だっていうところで、うん、まあ、長さんすぐ行けるようにっていうところとか、あの後輩たちへの、ね、うん、背中を見せる、うん、いい指導をしてほしいなというところで取ったかと思います、うん、というこの3件をまとめますと、はい、A パターンね、うん、これ2軍で結果を出してる、これ入団してから3年目以内の、うん、分かったよね、分かって、うん、これピッチャーも野手も取った経験がある、うん、で B パターン、うん、これは張さんの時に言えるんですけども、まあ、すぐに補充したい急務のポジションを優先したのかな、うん、まあ、戦力ね、そう言うてでも3件なんで、うん、あんまりズバンとは言い切れないんですけど3件そんな、あ、だからえ、江藤金本あたりはまだ人的保障がなかったのか。なかったんよ。そういうことね。そうそうそう。で、じゃあこの A パターンの方ね。はい。で、カエラさんが見てくれたプロテクトと照らし合わせてちょっといきたいと思います。ああ、なるほど。2軍でね、うん、どうだったか。まず1人目、前選手。うん。40登板2軍、うん。で、防御率 4.38 だと。吉田晃生選手。おう。40登板2軍でね。うん、で、防御率 4.80 だと。おう。で野手でいうと杉澤選手、うん、92試合で2割2分3厘打率だったと、うん、で北選手、うん、2軍で84試合で打率2割7分1厘だったと、で源選手、うん、89試合で打率2割3分2厘だったと、うん、なんかねこの赤松選手、市岡選手に比べるとねちょっと弱いかな、あ、そうか、かなと、あ、確かにね、いうふうに思ったし、うん、で北選手とか源選手とかね、杉澤選手、うん、まあ、外野、うん、欲しいな、欲しいんだけど、うん、田村選手とか、うん、中村貴弘選手とか、ああ、いるんだよね、そう、過去とはちょっと違うんだよね、うん、状況はね、もう火がつきかけてる選手がいるんで、うん、外野は急務ではないのかなと、なるほどな、いうふうには思いました。あ、じゃあ B パターンでいきましょう、はいはい、急務のポジションね、あ、これ中継ぎなのよ、まあね、アンダーソン選手、サーリー選手も抜けて、そう、うん、これはすぐに補強しなければいけない、うん、で、その海田さんの作ってくれたプロテクトの予想を見るとね、うん、はい、俺は比嘉選手なんじゃないかなと、あー、あるな、一軍の登板、やっぱ一軍の成績が一番大事ですよね、そうなんだよ、そのパターンは、だから投手番長さん、うん、なるほどね、っていうのがね、なんかねこういう見方をしたら僕はあるんじゃないかなと、いや、なるほどね、思ったのよ。あ、で比嘉選手ももう実績十分よ、あ、そうね、通算382登板で防御率 2.71、うん、87ホールド、うん、気持ちももう強い、うん、それはもうカープの今いい若手の中継ぎ陣とか出てきてるから、うん、ちょっと教育してやってくれ、ね、40歳なんだけど、張さんよりさらに上なんだけど、まあ、あのリストにそうならね、うん、
あー、なるほどね。じゃあ平野選手外れたら当然平野選手だし、あ、そう、平野、絶対平野選手、うん、だと思うわ。山田信義、うん、そうだね、投手が抜けたら山田投手だし、そう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 、あー、なるほど、そっちの 目のは高いんじゃないかっていうふうにちょっと思ったかな。今それね、まあ、3件しかなかったけど、うんうん、過去の例を照らし合わせたら、いや、それはあるかもしれない。やべ、待って、言い過ぎたわこれで比嘉選手プロテクト、いや、そしたら若手がグンって開きますからね。そうか、そしたらまた、あ、今調べ直しだな2軍でハッスルしてる選手いないかな。ということで、ちょっとカープ目線から見た今回の西川龍馬選手の人的予想、はい、やってみました、はい。皆様からのいいね、コメント、チャンネル登録お待ちしております、はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ちょっとカープファンの方にね、こういう言い方するの失礼かもしれないけど、いつまで龍馬やってんの、ちょっと現役ドラフトやるの明日からは平野選手外れてないかなあー、栄冠はフェドロに輝く、語呂ある。チャンネル登録お願いします。